タミ、もう美味しいもの食べたいよ。いやだからわかるけどさ、なんでそうやって抗おうとすんの。死ぬっつってんだよ。もうスタミ、俺歩くのでっけえだよ。まずこの左じゃない？玄米？ふざけてんの？やってきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも、こんにちは。お久しぶり。喉が感知したので配信をまた再開しようかなと思ってます。話タイムライン流れてくるとくっせえやつしかないんだけど。ならないね。何何、ヘイヘイ言ってる。今日からやろう。今日から。え、でもスタンド、俺今日角谷さんと飯食ってくるよ。ちなみに。おい、あいつ終わってるな、マジで。一回どっちして、一回どっちして、一回どっちして、何何何、どっち、試合をどっちしてほしいの、焼肉をどっちしてほしいの。焼肉はどっちしたくないな。焼肉じゃねえよ、ロールだわ。焼肉の口やってるけど、ロールだよ。焼肉の口になってるじゃない。おこいつおかしくなってんな。よ、死にかけてるって聞いたんだよ。まだまだ崖あたりにいる。もう一回さ、シャネル氏の配信に移してよ。あの健康診断の様子を。健康診断ね。一回移して。これやばいよ、本当に。スタミ、もう美味しいもの食べたいよ。いやだからわかるけどさ、31でしょ今。31ではある。うん、31だからどうにかしよう。これは痛風はマジでやばいから、もうなんか酒は飲んでない、1ミリも。あ、そうなんだ。肝機能 D2 なのやばいね。でも肝機能はちょっとなんか生活習慣改善すれば良くなるらしい。あ、比較的なんかその取り返しやすい。はい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 。でも痛風と糖はちょっと落ちてしまうともうおしまいみたいな。そうね、もう一生その生活になるね。美味しいものを拝めなくなる生活になるね。いや俺ね、ガチで考えてきたんだよ。おう、シャルル氏がね、痩せるというか健康的になる方法を。まあ前提として話そう、前提。うん、なんか俺が上からとかじゃない、まずダイエットした人ってみんな偉いから。俺シャルル氏がダイエットしようと思ってるだけで嬉しいし、俺ずっとダイエットしようと思ってるよ。まずその時点で偉いわけ、そういう人は全員。それをもう前提として話していくよ。はいはいはい。レッスン1。レッスン1。レッスン1。色付きの飲み物を飲むのやめよう。待って。俺ね、全然色付きの飲み物を飲まない。本当かよ。俺飲むのって、ブラックコーヒーか、お茶か、水。うん、マジで、これ。じゃあ、お茶も良くないっていうことではないんだけど、今回のダイエットではやめとこう。うん、水のみ。水のみね、うん、水ワントリックポニーね。そう、水ワントリックポニー、まずそれで一回過ごしてみよう。例えばお店行ったりするときさ、うん、水っていうのちょっと悪い感じがするじゃん、うん、そういうときは基本的にウーロン茶頼んだりしてるんだけど、うん、なんかウーロン茶大丈夫？ウーロン茶もいいけど、できればカフェインレスの話かな。それ今日の焼肉の話？今日の焼肉だけじゃなくて、俺基本的に人と飯食うとき全部ウーロン茶にしてるんだよね。ああまあまあ、それはいいと思う。例えばウーロン茶とかって全部合わせて 2.5 リットルでいいの？できればウーロン茶とかって換算してほしくないんだよね。なんでかっていうと、まあ、カフェインが入ってたり、うん、利尿作用が入ってるからすぐ出てっちゃうんだよ。水を 2.5、うん、シャルシの体積なら 2.5 で大丈夫。 2.5 リットルね。 2.5 リットル、まず代謝をアップさせましょう。もう糖中毒になってるのよ。しょっぱいもの食べた後さ、甘いもん食いたくなるとかさ、うん、風呂上がった後さ、アイス食いたくなったりするじゃん。あ、わかる。俺めっちゃね、最近飯食った後パイナップル食べてるわ。なんか口直しにカットパインでも食うかと思ってカットパイン食べてる。あれでも脳みその癖なんだよね。まずそれを抜くとこから始めよう、はいはいはい、お菓子なしできる？甘いものね。甘いもの、お菓子は全然食べないのにいける。でパイナップルも果糖なんで、果物もあんまり良くない。質を分解するって、なんかパイナップルは、いやそれはね、いや取らない方がいいかな。
酢豚にパイナップル入ってるっていうか、いやあんまよくない、食わない、食わしたことない、セブンイレブンのカットパイン俺が全部食ってるっていうか、いややめよな、もうあれはもう糖の量で言ったらパイナップルのそのコンビニにあるのって、うん、多分ご飯全部食べ終わった後におにぎり2個食べてるようなもんなんだよね。いや俺はねこれね本当に長持ちしてほしいから、最初からもう脂質だけの生活にしようとか、シャルシッとんかつ食べちゃダメだよとか言わない。今とんかつ食っていい、でも段階として空腹の時にお菓子を食べるのやめる、果物を食べるのやめる、水を 2.5 飲む、まずここから、まずここで、それが終わったら脂質を制限するとこにやっと入ってくるから、段階を踏もう。だから今逆に言えば食えるから、覚悟の期間シャルル氏の覚悟の期間、この期間終わったら結構食えなくなるよ。おお、これを一回1週間やろう。ちなみにちょっと気になるのが、うん、アールグレイって、うん、牛乳入ったら大丈夫なの？なんかさ胃が荒れるからみたいな感じでちょっとさ、うん、ミルク入れたりするじゃん、うん、牛乳というかアールグレイとかに入れるミルクは牛乳じゃなくて、すごいなんか体に悪いミルクって考えた方がよくて、あれただのミルクじゃないんだよね、中身コーラみたいなもん、内容量で言ったらあれコーラかけてるようなもんなんだよね、マジ。豆乳は？豆乳もやってる？ドトールとかの、豆乳ティーみたいなやつでしょ、ドトールの。そう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 、あれだったらまあギリオーケーだからそんな飲まないでほしい。そのなんか脱法しようとしないでほしい、なんかさっきからそのなんか抜け道を探すのやめてほしい。水しか飲んじゃあかんっつってた死ぬかやるかなんだからシャルシー、今からやるのは水ね、水次脂質を抜く、もうサラダ油とか食べれなくなっちゃう、とんかつとかもダメ、お肉を食べるときも胸肉がいいかな、焼肉は？焼肉はタンとかがいいかもしれない、タン好きじゃない？タンどう？タンは好きだね。そうそう、あでもホルモン好きだわ。ダメだよ、ホルモンなんて食っちゃダメだからね、もうカルビとかほんと論外だよ。その脂質制限の時は結構俺やってきたから分かるから、はいはい、その時になった理由はもうカレーとかもダメなんだよ、あれ脂質なんだよ結構ダメ。俺パスタ好きだけど全然ダメ、イタリアンはほんとに断絶しないといけない、この脂質制限は。イタリアンとはもう無縁の生活になる、言っちゃ悪いけど、チーズだし、そもそも小麦粉をめちゃめちゃ使うし、腸内環境激荒れ。俺気になったのが低脂質ダイエットって、うん、一生食べない感じなの？なんかたまに食べてんの？それこそたまに食べていいよ。俺も 2,3 週間に1回全然食べる。この前中華食べに行ったり、ボドカの誕生日の時にショートケーキ食べた、うん、けど、まあね、ちゃんとやってればリバウンドしないのが低脂質ダイエットなんだよね。シャルル氏が前やってた、すげえギュッてやってた時あったじゃん。あれやったのは低糖質ダイエットって言って、糖を抜くダイエットなんだよね。あれって、体の中から水分が失せてるの。筋肉からも。だから、糖を食べると、その筋肉とかに水分が戻ってきてポンっていっちゃうんだよね。だから低脂質ダイエットっていうのは根本的に痩せるから、日々をちゃんと暮らしていれば、低脂質ダイエットをちゃんとしていれば、そのたまにリラックスの 日として食べてもリバウンドしない。そしてその圧倒的な違いで言うと、低糖質の方って一生できない、健康的に悪すぎて。低脂質ダイエットはリバウンドしない代わりに長期スパンを見るダイエットなんだよね。だからあと1週間経ったらしゃるし、あなたイタリアンは食べれない、焼肉のカルビ食べれない、ホルモン食べれない。あ、基本はでしょ、基本は そうだけど、このためになんか楽しく取っておける、そうだけど、うん、普段は何食べるの？普段は刺身、寿司とか OK だよ。逆に言えばお寿司か、お寿司 OK、 あとお蕎麦とか OK。 寿司も食べるときに食うものを気をつけないといけないね。じゃあ寿司ってもう唐揚げは頼めないってことね。寿司って唐揚げは頼めないよ、頼めシャルシー。なんでそうやって抗おうとすんの？なんでそうやって抗おうとすんの？寿司屋の唐揚げうまいんだよな、なんか。なんで反発すんの？死ぬっつってんだよ死ぬの、あなたは。卵かけご飯でも食べてればいいってこと？卵かけご飯は正義だね、正義マジで。
和食ってこと？その通り、出汁の味が好きになれって話。和食か。で、一応段階としてそれが終わったら、うん、まあ運動になるんだけど、プールで泳げとかじゃなくて朝25分歩いてもらうっていうだけだから。でもスタンド、俺歩くのでっけえだよ。なんだったらできんだよ。運動強度の中一番低いよ。もう朝一で歩いてもらう、歩いてもらうとしたら。朝一起きた時、人間体の中から糖が枯渇してる時に運動すると人って痩せんだよね。起きた後って体ってその栄養素がない状態だから、その状態で歩くと糖じゃなくて脂肪を燃やしてくれるのよ。だから起きた後に早歩きで歩くのが一番。いや、一番俺が嫌いなんだことだな、歩くの。目的もなく歩くことに対してのフラストレーション。目的があるだろうが。もう、ね、え、あるだろうが。死なないでよ、目的は。目的死なない。漠然とした目的しすぎるよ。なんかさ、要は漠然としてない。死はそこにある。ここに何近くにある買いに行くとかさ。ギャゾーをね、絶望しないように美味しそうなものを食べてるやつを持ってきてるから。絶望の写真も一応のもっと撮っとくか。絶望の写真も。絶望の写真。絶望の食も一応撮っとくか。なんでこういう体験あったか分かるよね。何が嫌いかを俺が話すと。そうね。うん。で、運動自体は別に嫌いじゃないのよ。うん、うん。でも歩くのは運動じゃないから。歩くのは運動なの。歩くのは運動じゃない。脳みそを変えなさい、まず。じゃあ、シャルシー、今から。こんなのを食べていいってギャズを貼るから配信で見せてあげて。はい、いきなり絶望だけどね。いや、全然まだ絶望じゃない、これは。これは全然絶望。何これ、キノコのアヒージョ。おい、でもね、お肉とかもちょっと入ってんじゃない。で、納豆も食べて。はい、次次。なんかよいシャルの視聴者に反応がよくねえな。焼きそば、いいやん、美味しいやん、こんなの。まずこの左下何、玄米。玄米ふざけてんの。お前は玄米なんか食わすんのか。じゃあ玄米までは行かなくていいけど。玄米まで、じゃあ全然白米でいいよ。白米で全然いい。俺はシャルル氏のためにさ、はい、段階を考えてさ、美味しいものを食べれるようにって言ってんのに。そうだよ、だこれも胸肉から。胸肉なんだ。うん、これも胸で作った方がいい。胸肉ならもういらない方がいいと思うけどね。揚げたりしたらダメなんだよね。これも炒めるじゃんね。で、炒める時もあのオリーブオイル使うよ。オリーブオイル使ったらオリーブオイルの味になんない。なるけど、なるけど、別に炒めるにはそれしかねえんだよ。うっせえな。お前、オートミール食わすぞ。ちなみに俺、豚肉めっちゃ好きなんだけど。バラとかはもう食えない、残念ながら、シャルシー。バラ肉大好きなんだけど。バラ肉とか俺も大好き。あ、よかったやん、これ食えんだよ、シャルシー。いや、俺、これはいいわ、そんな、なんか普通ぐらい。なんでだよ。あ、これが一番うまそう。あ、これいいんだ。これが一番うまそう。これ俺が用意した絶望の写真なんだけど。いや、これが一番うまそう。あ、全然これでいいんだったらこれでいいよ。あ、待って、ブロッコリーマヨネーズは？だめ、言われてるでしょ。これね、お前間違いがちなんだけど、ダイエット始めた人ってみんなコンビニでサラダ買うんだよ。で、チョレギサラダとか買うの。チョレギサラダもう全然ダメだからね。これとかまさにだね、俺の本当に、ま、ザ俺のご飯って感じね。これ朝ごはんだよね、ずっとで。夜ごはんもこれや。そうでしょ。別にこっから、いや、朝ごはんがちょっと質素で、なんか夜に向けてどんどんグレードアップしていくとかないか。いや、これは朝スタートで、実は俺に伝えたけど夜ごはんがある。違う、今朝ごはんのラインナップじゃないよ。今朝ごはんフェーズじゃないからね、これずっとだよ。逆に言うと、痩せるで言うと食を細くしていった方がいいんだよね。逆三角形式なんだけど、朝たくさん食べて、はいはい、夜少なめの方がいいんだよ。でもこれはね、それ痩せます。うん、そうだよ。痩せる飯は知ってんだよね。知らなかっただろうが。問題はメンタリティ的なところよ。まあそうだね、それはダイエットにはそれ。継続するメンタルはみんなどうしてるんだろうなって。
いやもうシャルシの段階まで来てメンタリティとか言ってんのおかしいけどね。みんななんかモテたいためとか言ってんのあなたは死ぬか死なないからの。もうメンタリティとか言ってらんないの、死ぬんだから。なんか夏に向けてとかだったらモチベーションのブレがあったりするかもしんないよ。モテたいとかだったらブレがあるかもしんないよ。死ぬか死なないかでブレが発生すんな、死ぬんだから。もう飯食った後に心臓がバクバクする時があるんだけど、うん、あの時はあ死ぬかもって思うんだけど、食べた時にしない時はあ死なないなこれって思って、なんか全然なんと思わないの。聞いたことで、どういうこと、飯食ったら心臓バクバクするって何、何なんだなと思ったら、はい、これ胆石だった、はい、なんかどうやら俺石もう一個あったらしくてさ体に。やばいよ。焼き鳥とか大丈夫なんだっけ。焼き鳥食べないよ。ものによるけど基本的にあんまり食っちゃうから、うん、胸肉刺して食っとけ。だから家でさ牛肉焼くことってまずないじゃん。牛肉、ね、俺は家で牛肉を焼いたことはない、まずほとんど。うん、まあ、あるとしたら豚バラとかもやしと炒めるか。何を話したいの、何の話してんの、何の話してんの。タンパク質どうやって取るんだろうなって。なんかタンパク質ってさある程度食べないといけないんじゃないの。卵にタンパク質、スタンミーのこの書いてるやつだとタンパク質が足りてないような気がするんだよね。あ、タンパク質だと全然 これは足りてる。これは3食食べれば足りてるし、運動をしだすと、うん、プロテインを伸び出すから。だからそのタンパク質関連をどうしてるんだろうなって思ったのよ。この飯で俺の体のタンパク質足りないよなって思って。ねえ、別に普段の食事でも足りてないよ。例えばイタリアン食べた時なんてタンパク質なんて取れてないし、こっちの方がタンパク質量でいいと言うと多いから。まずシャルル氏が普段食べてるものより運動しだしたらちゃんとタンパク質の量を2倍とか 1.5 倍取らないといけないけど、今の時点だと大丈夫。まずこれ食事のことは1回忘れてください。これが迫ってきてるよっていうことを考えて、この1週間美味しいものを食べながら、果物、お菓子、なし、水を 2.5 リットル飲む生活を1週間。8からこの生活になるってことね。そう、8からこれになります。なんと本日配信10周年。この10周年の日。そうなの？10周年変わります。シャルル氏は変わります。まあでも危惧する点が1個あって、この1週間の、ああそのこの食事が迫ってくる、脂質制限が迫ってくる期間に死ぬ可能性があるんで、それだけ気をつけて。この食事生活になっちゃえば死なないから、でもそれまでのこの1週間で死ぬ可能性があるんで、それだけ気をつけてください。俺が全てを食べ始めてな、この世のうまいもん全部食いくって、やだよ脂質制限やだよっつってさ、美味しいもん食いあさったら死ぬことがあるんで、それだけ気をつけて。今回に関してあと1個言いたいのが、痩せるっていうことに関して世の中情報が溢れてんのよ。溢れてるね。溢れてる。俺もパーソナルジム行った時にマッチョだけんだよ、もう端から端までマッチョなんだけど、このマッチョに聞いたらそういう栄養素取んなくていい、このマッチョに聞いたら取った方がいいとかあるわけ。だからもうね、信仰の話なの。誰を信仰するか。で今回シャルル氏はスタンミジャパンを信じるって話。スタンミジャパン信仰で信仰してるからね。そういうこと。今世の中情報だらけなんで、今回のダイエットに関しては俺を信じる。でもう何度も言うけど、これはダイエットをトライした人は全員偉いです。上とか下とかない。シャルル氏はもう今から今日から偉い。それだけ考えてやってください。それってでかいから、そのメンタリティは本当でかいから、俺は偉い。そのページを見るな。そのページ見んな。いいから、そのページ見なくて。あなたもうそんなの食えないんだから。ドーナツとかチョコクロワッサンとか何見てんだよ。こいつらを食べるためにやってるんでしょ。そういうこと、そういうこと。それが食べるようになる。今食べたら死ぬ。いいな、痩せてる人たち。好き放題食べるってことでしょ。今俺は別に食っても何もないね。これなんか LINE あるじゃん、 LINE グループ。うん、あるね。これ LINE グループにご飯を貼っていくって感じ。いや、それは良くない。
この今シャルル氏の配信を見てる奴らに報告しよう。なんで、ね、俺たちに報告しても意味ないやろが。俺も含め俺のリスナー、シャルル氏のリスナーに報告しろ。配信者なんてもう食うことが幸せじゃない？まあそうだよ。そんなことない。わかるわかるわかる。配信終わった後のさ、その糖が抜けた体の中に糖を流し込むのって最高だよな。そう。わかるよ。この空っぽの体にな。でもさ、レッツリーマって長いじゃない。そうね。釈迦さんとか関さんとかもいてさ、年を送ってってもずっと活躍していく職業なんだけどさ、圧倒的な違いっていうのはさ、シャルシ嫁さんがいないんだよ。もしかしてあの人たちは管理されてるの？そうよ。不適正な生活をしてると見せかけて、嫁さんが生活をちゃんと正してくれたり健康管理をしてくれてるの。だから体調を崩さずに配信していけてるの。この1週間あのできなかったらまた新しい1週間が始まっちゃうからね。その一瞬のこの最初のレッスン1で止まる可能性あるからね。頑張ってね。無限ループした人いた？いや無限ループ、あのうちのサブスクライブのディスコードは12人ぐらいいたんだけど、4人ぐらい逃げちゃって、やっぱりダイエットって苦しいからさ、はいはいはい、でも6人ぐらいちゃんとやるときだよ。ああ、それだけで100超え1人もいなかったの？100超えいなかった。最高が90弱ぐらいだったかな、80とか。マジ？うちのディスコード100超えめっちゃいいんだけど。マジでなんか、めちゃくちゃいるよ。あれあるのか、やはり。おもろすぎるだろ、ずるいわ。これは引き寄せの法則ってやつ。じゃあ、その人たちも一緒に巻き込んで今回ちょっとやっていこうよ。お前らシャルルのリスナーなんだろ？シャルルの配信が10周年なんだって。お前ら大好きなシャルルが一緒にやろうよ。いや、あいつらダメだよ。あいつらもう太ってること誇ってるから。いや、誇りに持ってる。今日はこれぐらい食っちまったぜみたいなことを書いてるもん。おもろい。誇りがあるんだな。すげえな。誇りがあるっけ。エリートだね、やっぱ。集ってるね。だいぶエリート。